よいしょー、ええー、ところにかかってるようで、かわいい。ギリギリセーブ。乗った。ほら、ちょっとマシ、さっきよりは。ヒュー、ショークラオー、いいね。さあ森本さん、こんにちは。もう始まった。もう始まったか。あのね、朝早いし寒くて口が凍ってんねんけど。乾燥しててさ、はい、多分今めちゃくちゃ臭い。スルーされた。成功チャンネル。成功チャンネル。カワハギ編ということで。また来たで。またカワハギが言うんですけど。諦められへんくてもう一回行こうって言って来た。前回ね、紀州丸さん乗って、でその時はマルチステーション使えんのかっていうとこやったんですけど、まあ使えるっていうのが分かったじゃないですか。今日実際さ、乗り合いで乗ってるやん。そうです。他のお客さんがマルチステーションを使ってくれてるのがめちゃめちゃ嬉しくてさ。でね、すごいカスタムされてるんですよ。そう。あの皆さんのカスタムもぜひ教えてもらえたらなと。前半はちょっと準備編で、で後半は実況編みたいな感じになると思うんですけど、お互いで分かれてやりながら撮ろうかなって感じ。かわいい、嬉しい。もう昨日からニヤニヤ止まらんもんだって。早速やっていきましょうか。やろう。で、じゃあお願いします。カワハギの餌、餌持ってきました。いつものお決まりのカワハギゲッチュ、このボトルになってて、中がもう冷凍なんですけど、前日にあの冷凍庫から冷蔵に上げといたら自然解凍されてるんで、これを持ってきたのと、今日は特別にあの時間あったんで、むき身、自分で剥いたやつを先に作ってきて、タッパーに小分けで持ってきてるのあります。基本的にはアサリがメインなんですけど、アサリ以外にもあの食べるもんがあって、エビ系と、あとは虫餌。今日はちょっと虫餌用意する時間なかったんで、あのこういうちょっと大きめのエビ、オキアミより一回り大きいぐらいのエビ、なんて言ったら、とりあえず丸エビっていうやつを用意して、この日の状況に合わせてどっちがいいかなつけて試してもらったらいいかなと思います。でこのボトルに入ってるタイプ、カワハギゲッチュやと、その場で持って行った時に洗ってぬめりを取らんとダメなんで、三崎丸さんはザルとボールと用意してくれてるんで、まあとりあえずやっていきましょうか。ボトル開けて使う分だけ、今回ちょっと少量だけ出しますけど、使う分だけ出して、今度あの海水汲んで、海水でちょっと洗います。パサパサパサと、まあ軽くでいいですよ。軽く洗ったらぬめりが取れてると思うんで、これを針につけていきます。でもちょっと身が柔らかいと思うんで、そういう時にあの身を引き締めるっていうので、塩、今釣り具屋さんに行ったら結構便利なアミノ酸入りの塩とか、あとはうまみパワー、これエビの匂いがついてるらしいです。こういうので身にかけて、ちょっと実際かけてみよう。かけて好みの硬さにしたい、めっちゃギュッて締めたいなら塩をちょっと多めにして、こうやって揉み込んであげると、あの塩の浸透圧っていうんですかね、塩かけたらなんか水がジュワーって出てくる、あの状況と一緒で、あの余分な水分飛ばしてくれるっていうので、それプラスうまみが入ってるっていうので、鶴ヶ谷さんで売ってるこういうアミノ酸入り塩かけて、好みの硬さで作ってもらったらいいと思います。でさっき締めたアサリをマルチステーションの上に乗せると、であと仕掛け、今回は自作の仕掛け使ってますけど、市販の仕掛けで全然十分対応できると思う。3連針、今貼り付けてない状態で結んでますけど、ここに枝でハリスをつけていきます。今日の使うメインの P ラインがイチゴ入ってると思います。イチゴで 0.8 とかでもいいんですけど、潮の流れ影響を受けたりするんで、周りの人と号数を合わせるために、船を予約した時に何号ぐらい巻いていけばいいですか、
言ったら1号って多分言われると思うんで、基本的に1号で大丈夫かなと思います。でリーダー入れても入れんでもどっちでもいいです。今回あのこれでメタルやったリーダーがついとったんで、そのまま使ってます。多分これで16ポンド4号の多分リーダーが入ってると思います。で竿はカワハギ専用の竿、もしくはタイラバロット、イカメタル、タチウオロット、でも何でもいいんですけど、基本的には専用ロットの方が当たりが取りやすくて取り回しもいいかなと思うんで、専用ロットの方をおすすめします。針が何号にしようかな。今回使うのが針がこのマグネットスポンジシート、カワハギ専用です。この中にマグネット付きのガラスポが入ってるんですけど、そこにお弁当箱みたいに重ねていけるんですよ。これをそのままここに置いてもいいんですけど、ちょっとあのトレイにも容量があるんで、僕は針をこのスポンジに要100均とかで売ってるスポンジとかに刺して、これをトレイに置くなり、重りの仕切られてるところに置くなりして使います。で針の号数はとりあえず何号からいこうかな。5号からちょっと小さめのこれぐらいの5号の針からいきます。でこれをさっきあった枝数のところに、これ結構市販のやつは絶対間違えてないんですけど、この針の向きを絶対上に向くように、これ下から入れる人もいてるんですけど、これ上からこの極寒の中この針すどめに入れる作業、地獄ですね。寒いですね。でもカワハギ釣れるニコニコを思うと嬉しくて。おっ、はい、こんな感じで上向けた状態で針をセットしていきます。じゃあ次下とあと2箇所あるんで、そこもつけていきます。はい、とりあえず全部針つけました。はい、でちょっと鉛独特の色してるんですけど、これうちの六角鉛、自分で色を塗ってホロテープ貼りました。やっぱりこのカラー付きの鉛の方がカワハギ好奇心あるんで、これを追っかけてきてでアサリ見つけて食べるっていうのが結構あるみたいなんで、でこのラバ結構各メーカーさん出されてるんですけど、就業力アップで、とりあえずつけてみました。今回初めてつけるんで、どういうのが出るか分かんないですけど、効果あるか分かんないですけど、でこの上胴付き仕掛けなんで下側に鉛、ここの上の鉛なくてもいいんですけど、中重り今回1号売ってます。これ大成功のフリー進化、なんで売れてんねやろうと思って、あ、カワハギで使えるわと思って、これの特徴が中にゴム入ってるんですけど、このゴムを抜いて進化だけ取れるんですよ。でこれとりあえず今1号つけてるんですけど、これが 1.5、2号、3号、4号、5号まであるんですよ。なんでこのゴム管さえ入れといたら、その糸を切らずとも傷めることなく鉛交換できるっていう仕様になってます。でこれのラインストッパーがついてないのが欠点で、爪楊枝を刺してくれってパッケージにも書いてるんですけど、そんなことせずここにサルカンでつないでるんで、サルカンにキュッと差し込んでもらえればこれで固定できます。結構案外便利な商品なんですよこれ。さあカワハギが待ってます。もう落としたくて、じゃあちょっと餌つけていきます。で今回持ってきたマルチスタンドの160持ってきたんですけど、これ2ウェイ仕様で斜めにも使えるんですけど、カワハギするときってこの回収したとき重りの長さがだいたいこれぐらいの長さなんですよ。この回収、水中から回収してきて取った時にまた餌つけようと思うと、このまま斜めに刺しちゃうとつけにくいんですよね。こういう時に案外知らない人多いんですけど、斜めにもこうやって置けるんで、この状態で鉛置いて餌付けしたら、ここのたるみがあるんで結構つけやすいんです。これマジでおすすめなんで、鉛を置いて餌つけていきます。まず水管に刺して出す。次ベロに1回通して、今回は2回縫い刺しで2回通して、この針を肝のところに持ってくると、で針先をちょっと出したく、こんな感じです。
でその日によりけりなんですけど、餌をコンパクトにちっちゃくした方がいい時もあれば、ボリュームあって大きめの餌がいい時もあるんですけど、それもちょっと分かんないんで、とりあえず試しに大きめの自分で剥いてきたアサリつけて試してみます。でなるべく丸っぽく収まるように、なんか切れ端がピョーって出てたりとか、なるべく折りたたんで綺麗な状態じゃないと、アサリがついばんだ時にそのピロピロって出てる、なんていうんですか、水管とか、綿の周辺にピロピロって出てるとこ吸い込むんで、当たりが取りにくかったりとか、針がかりまでせえへんっていうのが結構あるんで、なるべく丸型に収まるように餌付けしていきます。はい、できました。これで投入 OK です。やっていきます。水深が48メーター。とりあえずそこ行きます。着底しました。着底したら基本的には誘い上げて誘い落として、常に誘いかけてる状態です。でなんで誘い続けるかというと、やっぱり当たりが取りにくいんですよ。でカワハギって結構獰猛なんで、動いてるものに結構敏感に追っかけてきたりしてくれます。で常に誘って誘って、で止めるタイミングなんですけど、ほんまの一瞬ちょっと食わせる間与えるぐらいでいいかなと思います。あんまり止めすぎるとカワハギ餌泥棒なんで、いつ取られてるかわからん、当たりがわからんっていうの結構あるんで、常に動かして動かして誘っ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 て、そこら辺ピタッて止めるぐらい。で今回中重り使ったんですけど、中重りが上についてると思うんですけど、そういう時にしゃくると中重りが動いて餌も結構動きやすくしてくれるんですよね。で今回 48m、 ちょっと深めなんで中重り入れた方がアサリがやっぱり暴れやすいっていうのが特徴ですね。さあ一回回収してみましょう。普通にまだまだついてます。はい、次行きましょう。乗った乗った、多分やっと、おお、ちょっとマシっぽい。上がってきたサイズはこんなサイズでした。アベレージ、よっしゃ。はい、くっそちょっと朝一活性低かったですけどね、今またいい感じに当たってきてくれてます。もうないか、もう取れへんわ。はい、なんとフォールで当たってましたね。お、来た、おめでとう、来た、連発や、来た。ちょっと重いよ、ちょっとマジか、ちょっと重い。お願いお願い、いい感じの当たりやったからお願い。ほらちょっとマシ、さっきよりは。ピュー、空気抜けた。 A サイズ、よっしゃ。お今度一番上、なんやろな、追ってんのかな、やっぱけど針は下にかかってるから落ちていく時かって感じかな。塩を食らおう、いいね。くっそついてたわ、一発合わせた、抜けた思ってた。来た来た、そうよな、なんか落ちるとき当たんねんな。よいしょ、ちょっとかわいいサイズ、ええところにかかってるようでかわいい、ギリギリセーフ。やっぱり今日ちょっとスロースタート気味で、これより二回りぐらい大きいのをよく釣れるんで、またちょっとやっていきたいと思います。やったー、 A サイズ。ガム食うてるぐらいミヤミヤしてる。ヒー、ナビヤナビヤ、おいしいおいしいナビヤ。